羽田空港を発着する飛行機が東京都心の上空を通過する新しい飛行ルートの運用が今日から始まりました。今日は北風のため羽田空港を出発する便は新しい飛行ルートの江東区と江戸川区の間の荒川を北上しながら高度を上げていきます。北風の場合は出発便は午前7時から午前11時半、そして午後3時から午後7時の間はこのルートを使います。南風の場合は午後3時から午後7時まで渋谷区や品川区などの上空を通って着陸します。飛行ルートをめぐっては運用を確認する際の騒音測定でおよそ2割の地点で想定以上の結果になっています。赤羽国土交通大臣は必要に応じさらなる騒音対策を検討していきたいとしています。